はい、沖縄ラブ FTV をご覧の皆さん、こんにちは。沖縄ミュージックジャーニーアフタートークということで、素敵なお客様に来ていただきました、このお二人です。自己紹介をどうぞ。はい、オレンジレンジリョーです。よろしくお願いします。はい、ひろきでーす。さあ、というわけでね、はい、沖縄ミュージックジャーニー本当にとっても久しぶりに出ていただきました、はい、どうもありがとうございました。はい、こちらこそです。ありがとうございます。実は第2回ね、のゲストがオリジナルだったんですけども、うん、もうあれからね、多分ね、6年ぶりぐらいのこの番組的には、番組的には6年ぶりに出演して、もうね、たっぷり15年間、こんな振り返っていただきまして、うん、本当にどうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。ね、ぜひね、本編お聞きくださいということなんですけれども、アフタートーク、ね、今、オレンジレンジ、なんとツアー中なんですよ、絶賛。ツアー中。はいね、はい、この後また飛ぶんだよな。飛ぶね。すみません、本当に忙しい時に帰ってきていただきまして、もう今これ収録してるのが、9月の29日 で、はい、もう明日、明日ね、はい、明日もまあライブが、どこなんだっけ。神奈川。神奈川、もう何本目になりますか。明日8本目かな。8本目、ね、もうスタートして、うん、もう要は8本目ということで、うん、ライブすごいんだよ今回。今回すごいですね。ね、ちょっとツアータイトルを言ってみて。ツアータイトルがですね、うん、オレンジレンジライブツアー016017、おかげさまで15周年47都道府県でカーニバル、うん、どん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 いいですね、羽のついたお姉ちゃんのいるお姉ちゃんはそこまでどんなライブな感じになってるんですか。いやでもカーニバルっていう、まあ、タイトル通り、うん、なんかみんなでわーっとこう騒げたらいいなっていう、はい、まあ、そういう側面もありつつ、はいはい、ちゃんとこうバラードとか、うん、そういうスローテンポな曲で、うん、過去もなんかこう振り返りつつみたいな、うんうん、曲のラインナップの感じはこの円盤を軸にこう展開してるんですか。もうそれぐらいなんていうかな、15年が詰まってるというか、うんうんうん、はい、円盤のバージョンもありますし、はい、うん、そうじゃないものもありますし、うん、はい、全て円盤っていうわけではないですね、うん、ちょっと、うん、やっぱ15年っていうのが結構一番上にあります、ね、うんうん、素晴らしいですね。ちなみにセットリスト的には何曲ぐらいあるんですか。これ言っちゃっていいのかな。言っていいのか。大体20は超えてるんですよね。20は超えてるね。すごい。これは言えるんじゃないか。そうだね、贅沢ですね。いや楽しそう、行きたい、うん、行きたいよね行きたい、すっげー行きたいんですけど、全国津々浦々回る中でもライブハウスだったり、はい、ホールだったりとかあったりするんですけども、うんうん、久しぶりでかいところでやりますね、はい、今回武道館でね。武道館でありがとうございます。いいんですよ。メリアさんこれ、はい、気取りをどうぞ。東京日本武道館はですね、うん、来年の2月25日土曜日に行われます、うん、はい、8年2ヶ月ぶり、はい、わー素晴らしい、うん、めっちゃね、8年も経ったんだ ね、 ね、早いですねやっぱりね、うんうん、いやでも武道館ってね、やっぱりそのバンドマンにとってはもうね、聖地じゃないですか、うん、聖地、うん、聖地ですよ、うん、本当に前回の覚えてますか。前回の覚えてない。あれ、もう映像になってるから、うん、はい、それ見てても、うんうん、こんな感じだったっけみたいな、それぐらいやっぱ気持ちがもうなんかね、そうですよね、うん、もうやっぱりね、あれですよ、この場所っていうのはね、うんうん、どんなに大きなところができても武道館特別みたいなところありますよね、うん、やっぱありますよ、それはやっぱね、うん、ビートルズがやったみたいな話ですか。そっか、なるほど。前座はドリフターズだったみたいな、うん、そうなんですか。そこまで気になるけど今日そこじゃない。ドリフターズが去るときに逃げろって言いましたね、まあまあどうでもいいんですけど、いやでもね、本当に逃げろか、逃げろ逃げろ、違う違う違う、使わないでいいから、ドリフ満たさなくていいんですよ。アーティストだから ね、 いやでも本当にね、全国つつうらうら回るっていう、うん、これね、やっぱりあれですよね、この全国の皆さんも待っていたというか、うん、この15周年っていうね、うん、節目で、うん、ね、だってこれ僕反則ツールとかいろいろ見たんですが、うん、これにもあるんですけれども、ダダン、これ皆さん見て、円盆。わー、かっこいい。ちょっと近くで近くで、円盆、円盆、ちょっとスタイリッシュなメンバーの皆さん、かっこつけてんすよね。これね、それぞれのインタビューとかあったりするんですけれども、うん、どこどこでライブやったみたいな情報とかもあるんですよ、これ。そうですね、結構。すごい。すごい、振り返ることができるね。うん、ね、うん、で、これね、初回限定版にしか付いてないんですけれども、うんうん、全部でね、多分100ページぐらいあったと思いますよ、うん、でしょ、懐かしい写真から、うんうん、そうですね、今の、うん、すごい、
オレンジレンジも。僕昔月刊ハンズっていうのを作ってたんですけど、うん、なんかテスト的にこうなんか懐かしい感じの、懐かしい感じがね、ね、ものなんで、はい、初回限定版ということですからね。はい。はいそれぞれを円盤をね、うん、入れていただいて、はいね、武道館にも来ていただいて、そしてですね、沖縄の人にも嬉しい、ちょっと教えてください。そうですよ、なんと今回ツアーファイナルが沖縄で開催されます、はい、イエーイ、日程がですね、はい、来年の、3月20日月曜日、うん、祝日になっているんですが、場所が沖縄市民会館大ホールにて開催されます、うん、会場が6時で開演が6時30分となっています。あー素晴らしい、うん、これ発表ねかなり引っ張りましたが、はい、いやうちはもう早く言いたい、ね、早く言いたいっていう感じだったけどね、うん、最後は沖縄で、最後は沖縄、やっぱそうですよね、そうですよね、ファイナルはね、うん、ちょっとドキドキしながら発表待ってましたけど、ま、そうだろうなと思ってましたけど ね、 いや嬉しい、沖縄ないしいやいや、おかしいでしょ、いやいやおかしいでしょ、変でしょみたいな、うん、それがね、3月20日で、これは学生の皆さんももしかしたら夏休みな感じ、あ春休み、春休み入ってるかもしれないですね、そうですね、うん、祝日、祝日なので ね、 ねぜひ、ぜひ家族みんなで、ね、こうオレンジレンジをこう応援に、ね、みんなでお祝いしたいです ね、 ね、もう地元じゃないですか、めっちゃ地元です、地元沖縄市、うん、近いですか、うん、すぐ帰れる、すぐ帰れる徒歩何分みたいな感じどうでもいけないから、車でね、アンコールの声が聞こえるかもしれない、ね、黙ってこう帰ってもでもアンコール来てるし、いや帰らないでそこは帰って戻れるかもしれないさあということで、うん、本当にね15年こう突っ走ってきたオレンジレンジなんですが、うん、ここからねまたね、まあ、20年30年で続けていっていただきたいんですが、はい、ですね、このね、VTR をね、うん、ご覧の皆さんにそれぞれからちょっとねメッセージ側を番組化していただきましょうか、はい、もういっぱい沖縄の人にはもう伝えたいこといっぱいあるんですけども、はい、まあ頑張ると、うん、オレンジレンジは、うん、また新しいことをこう、うん、どんどん挑戦し続けたいなと思ってますので、うん、ぜひチェックしててほしいなと、いろんなねかっこいいバンドとかアーティストさん出てきますけども、頭の隅でいいか、あオレンジレンジっていたなくらいでいいからずっと思っといてほしいなと思います。そうですね、やっぱりこういろんなことをやってきたバンドなので、うん、でそれが15年も続けられたってことは、うん、これでいいんですよねっていうふうに僕たちも捉えてますので、はい、自信を持っていろんなこと、楽しいことをこれからも続けていけたらいいなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。もうでもひろきお前しっかりしてるねいつもねちょっとおちゃらけてる感じだけど ね、 ね、うん、メリアンこのメンバーのさ、うん、5人の中でさ、うん、じゃあねお兄ちゃんにするとしたらどう。あ、お兄ちゃん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 はやっぱりお兄ちゃん、あお兄ちゃんはみおさん、みおさんとしてるからそうそうそう、世代的に一緒、うん、うちらが58年昭和で言ったら、はい、33、間かな、間かな、中3、中2、中1、なるほどね、そうそうそう、そんな感じ、そうそう、そうそう、お兄ちゃんかな、よさん、うん、もう中3ぐらいかなちょっと待って、体育の先生体育の先生、そうそう、体育保険欲しい、保険欲しい、どうでもいい、あの彼氏だ、彼氏、彼氏、彼氏は、ひろきさん、よっしゃだったらこの人こっちにいるけどね、ちょっとね、ちょっとね、あえてここね、そうそうそう、いいですね、うん、なんか面白いじゃないですか、毎日笑かしてくれそうですよね、行こう、今度行こうじゃん、どこに、どこに行こう、そば食べに、そばに行こう、そば、美味しいそばね、そば食べに行こう、おめでとうございます寿司を奢ったらいいね、寿司、寿司だったな、この展開だったら、寿司食べたい、寿司食べたい、寿司食べたい、卵、卵、卵卵を食べたい、安く、安く作る、りょうさんはどんどん、りょうさんは、なんだろうな、友達じゃない、今流行りの不倫相手みたいな、やばい、すいません、なんか全国的にすいません、そっか、いろんなことありますね、りょうさんはなんだろうな、これ何がありますか？いやいやいや、メディアの時に考えてみたいですよ、なかったらないでよないことはない、ないことはない、弟、弟弟かな、弟、弟、うん、弟、弟でしょ、あー、そうか、丸く収まったあとはちょっと楽屋で、そうね、あと楽屋でね、はい、さあ、というわけでね、このオレンジレンジの皆さんね、こう15周年ということで、うん、もうあなたの街にね、うん、伺いますんで、うん、ね、3月の20日、はい、ね、
沖縄市民会館大ホールで、はいはい、ファイナルということなので、沖縄の皆さんはぜひ大集合ということで来ていただきたいなというふうに思います。ゲストは、オレンジレンジからりょうさん、そしてひろきさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。